7年付き合って同棲してた婚約者を知人に取られた。大前提として、そんな奴についてく元婚約者もドクズだし、何より取られた私が一番悪いんだけど、知人の女が今思い出しても胸クソ悪すぎてすれたい。元彼とはサークルの同期、知人女は後輩で、私たちが OBOG にあたる。知人女と最初面識はなかったが、先に会った友人たちからの評価が悪く、詳しくは聞かなかったが、あの子が来るなら今後行かないというほどで、さらに当時元彼と知人女の仲も悪かった。その後何度か飲み会で一緒になったが、前述の理由から仕方からはあまり関わろうとしなかった。それから数年後、私の仲の良い子が、この子私が言って聞かせたから、今ではとても改心したし仲良くしてやってよ、と知人女を飲み会に連れてきた。知人女は当時から落ち着いて見え、とても人懐っこそうに振る舞い、私も何かされたわけではなかったので、そこで仲良くなり、元彼も含めた少人数で飲むこともあった。ある日仲良い子と知人女と私の3人で食事をした時、全員、サークル内に彼氏がいて付き合ってる彼氏の愚痴に発展した。私もバカだったと思うが、酒の勢いもありもと、彼の愚痴を少し言った。知人女は、元彼さん最低っすね。私さんがかわいそう。と親身になって話を聞いてくれた。が、同時期に元彼と意気投合して、毎晩電話してきてゲームをしながら、当時付き合ってた彼氏の愚痴を言いながら、明け方まで電話をするようになっていた。その頃から急に自撮り写し目を、私さんに喜んでもらえるといいな、と送ってきたり、元婚約者と私と一緒に遊園地に行きたいとか、飲みに行きたいという内容の LINE を、いつも唐突に送ってきた。私に、略奪愛の内容のドラマを進めてきたこともあった。それから、私ば付きで旅行に行ったり、元彼にブランド物ねだって買ってもらったり、おかしいことが続き、ある時、私は、実家で不幸があり帰省している時に一方的に振られ、後から聞いたが、その時知人女と付き合っていた彼氏が振られた日にちが同じだった。前の彼氏たちのことは全然書かなかったのに、別れた直後から。レイと付き合ってよかった。最高に幸せ。とか、ほぼ毎日書いていたので、頭に来てブロックした。もちろん同じサークルなので、共通の友人が30人くらいいて、見たくもないのに、他人のシェアでたまに見えることがあるけど、写真までつけてひけらかすように、今でものろけを書いてる。ちなみに、余談だけど、この女前にも、人の彼氏奪った前科があったって聞いた。そのくせ、私は、男寄りの考え方してるから、女の思考ってわからないって言ってたので、ほんと神経わからない。長くなってすみませんでした。元婚約者か元彼か、てか、当時は交際中で彼なわけだし、表記は統一してほしい。ほんと申し訳ない。読み返すとかなり読みにくいね。元婚約者元彼で脳内補完お願いします。